福山秀夫は日本のレーシングドライバー。血液型は RHA 型。GT やツーリングカーレースにおいて数々のチャンピオンを獲得していることから、いわゆる箱使い系ドライバーとして有名である。三重県尾鷲市出身。1977年に地元である鈴鹿サーキットで開かれた鈴鹿シルバーカップフロリダ500でデビューした。その後は、 鈴鹿サーキットを中心に活躍し、1979年には鈴鹿シルバーカップフロリダ500のチャンピオンとなった。1982年には全日本 F3 選手権にステップアップし、1988年にかけてシリーズ参戦して優勝1回、ポールポジションを2回獲得するなど活躍した。また1992年にもスポット参戦している。 1990年には全日本 f 3 0選手権にステップアップし、チームの時からスポット参戦し、翌1991年にはシーズン参戦し1992年まで参戦した。1988年にはルマン24時間レースに初参戦した。1990年にはスパフラン・コルシャン24時間レースに日産自動車のワークスドライバーとして日産 スカイライン GT-R で参戦し、クラス2位を獲得した。ルマン24時間レースにはその後もワークスドライバーとして参戦を続け、クラス優勝を含む上位入賞を複数回獲得している。全日本 F3000 への参戦をしつつ1992年から全日本ツーリングカー選手権に参戦し、参戦初年度の1992年には、 長せみまさとのコンビで全日本ツーリングカー選手権クラス1のチャンピオンに輝いた。全日本ツーリングカー選手権の最終開催年となった1993年はチャンピオンに届かなかったが複数の優勝を果たしている。1994年より全日本 GT 選手権に参戦し、同年行われた都勝ち24時間レース第1回大会で優勝を果たした。 また、1998年から2001年にかけて、鈴鹿 1000km において、GT クラス4連覇を達成している。1997年には、オリド・マナブとのコンビで全日本 GT 選手権の GT300 クラスチャンピオンを獲得した。さらに2000年にも、松田修士とのコンビで全日本 GT 選手権、GT300 クラスチャンピオンを獲得した。 また2000年と2001年には再び、ルマン24時間レースに参戦し、2000年には LMGT クラスでクラス優勝を果たした。1996年には、イサゴと彦とのコンビで、スーパー N-1 耐久シリーズのチャンピオンを獲得した。その後もスーパー耐久に継続的に参戦し、近年も2011年と2012年に続き、 2013年も参戦を行っている。1998年と1999年には日本で開催されたナスカールコカ・コーラ500に出場した。2002年にはアメリカに渡りナスカールの最高峰クラスであるウィンストンカップにスポット参戦した。2003年にはウィンストンカップにキッコーマンからのスポンサーを得てシリーズ参戦し日本人としてまた アジア人として初めて同カップの決勝に進出したドライバー、かつシーズン参戦したドライバーとなった。2013年にはスーパー耐久に日野康隆と大文字健康と共に、ムセオ・チンクエチェントレーシングチームのアバルト695アセットコルセで参戦するなど、レーシングドライバーとして活躍する一方で、同チームの監督も務める。また日テレ G で放送される、 ナスカールや J スポーツで放送されるスーパー GT、スーパータイなどの中継で解説なども行っている。またアバルトのドライビングスクールの講師を務めるほか、アバルトやフェラーリなどのイベントにもゲストドライバーとして参加するなど、その経験と知名度を活かして幅広い活動を行っている。2021年現在はスーパータイに新規参戦するドライバーに時効義務がある。 スーパー耐久安全ミーティングの講師役も務めている。ヤフースポーツデートイコール2013年1月、フィアットクライスラージャパンデートイコール2013年1月、小林カムイ、スーパー耐久富士24スーパーテック24時間レースで、初心者講習を受ける。オートスポーツ2021年5月21日、ヒデオ福山2002ナスカール、ウィンストンカップシリーズリザルツ。 レーシングレファレンス USA トゥデイスポーツメディアグループ2017年5月15日閲覧秀夫福山2003ナスカールウィンストンカップシリーズリザルツレーシングレファレンス USA トゥデイスポーツメディアグループ2017年5月15日閲覧ありがとうございます